ちょっとまだマシか。もう髪の毛ボサボサやん。こんばんは。疲れた。疲れた。生誕祭当たりましたか？私ああいうのやらないのにさ、なんかポンコツな君が好きだみたいな言わなきゃいけないやつだってさ、これ絶対やらなきゃいけないんですかって言ったら、みんな全員やらないいかんねみたいな言われて、はと思ってさ、それでさ、なんかじゃあもうシチュエーション考えてくださいって言って、そしたらなった。なんか体調悪いのもろに顔に出ててかわいそう、私かわいそうな感じになってる。元気なんだよ。でももうね、忙しすぎて、とにかくやることなすこと全てがこう社会に吸収されていく感じがするんですよ。意味わかりますか、これ言ってる。私がやってることすべてなんか、まあ、ファンの人に見えてる部分と見えてない部分があるから、なんか見えてる時は割と自分にパワーとして還元できるんだけど、見えてない時ってただすり減らされてる感じがして、そうなるともう本当にあれ？私これやってること合ってんのかってなって、社会に吸収されていってる私のやってること。オーバーワーク、なんか忙しそうだねって言われて、ようやくあ、私忙しいなってって思うんだけど、最近言われる回数多くて辛い。黒髪にはしないです。どうして私が、私の人生なのに人の言うことを聞いて髪色を決めなきゃいけないんですか。ちょっとよくわからないんですよね、私それ。髪が明るいからって何って感じ。しかも私別にそんな最近明るくないし。別に好きな人が応援すればいいと思ってるから、私のことを好きな人たちのことは大好きだけど、その人たちのためにその人たちに染まることはなくていいと思ってて、だって私が好きな人って私が好きなわけだから、私のやりたいようにやってて何が悪いのって感じだし。
ヘリクツ女だから。こんばんは。油断したら口から魂出すんだって。出てる、もう常に目がこの半開きの状態で生きてるから。なんか二重もさ、いつもより二重で疲れてるんだなっていう感じ。ステージ89で行き詰まりました。プロジェクトメイクオーバーの話ですか。私はね、160ステージぐらいまで行ってるかも。私たちの仕事は、仕事があるイコール待ち時間があるということですからその分ね、助けてもらっていますね。うん、セタン来る、待ってるね。夜ご飯それだけなわけでも、なんかあれです、ロケで食べたのでいいかなと。ロケで結構おいしいものをたくさん食べたのでいいかなって思ってます。今日は食べなくてもガチで太る。もうやばい、マジで体重の増加が激しい。なんかこんな太るタイプだっけ私って思うぐらい太ってて、これ何冬だから蓄えてんのかな。こんな忙しくせかせか働いてるのに、別にそんな食べてるわけじゃもないのに、ストレス太り何。いやでも結構食べてるのかな、そう考えたら番組とかで。どうなんだろう、なんかプライベートでご飯食べてる感覚ってあんまないのねご飯食べてるな私っていう感覚ないの。お腹空いたからちょっと食べるとかだけど、ご飯をしっかり食卓でご飯を食べるみたいな、ご飯食べてるよっていう時がなくて、あんまりわかる。お弁当とかも二口ぐらい食べて本番ですみたいななったりとか。でもそう考えたら梅干しめっちゃ食べてる梅干しめっちゃ食べてるな私最近。梅干しにハマってて、梅干しのお菓子、何これ、なんて言うの、かすみ食べて生きてる。かすみ何食べてるの。あでもこの間ゆな子のお母さんが差し入れしてくれたみかんは10個食べてた、気づいたら。で、あ私10個食べてると思って、箱にいっぱいあったの。で1人結構無限にいける感じだったので、メンバーも結構食べてて、
そう。お嬢。最近お嬢って呼ばれるの何なの？なんか定期的に来るんでね、お嬢って呼ばれる瞬間。クマさん20代どういうこと？おぴめ、もうおぴめか、飽きた感あるな、おぴめ。呪術廻戦ゼロ回見に行く、見たいけどね、時間ないからね。ガチで時間ないからね。今 LINE 落としたよね、今 LINE 落としたよね。え、聞こえた？全然って言ったよね。私の携帯光ってないんだけど。LINE の音したよね。あれ？気のせいかな。聞こえなかった。通知って光るくね。幻聴？私もついにそこまで来たか。やばいな。携帯は鳴ったよね、鳴ったと思ってチェックしちゃう。もうさ、なんか誰かといつでもどこでもつながれる世界線が怖すぎて、なんか誰かとさずっと連絡が取れる状態で今もいるってことでしょ。 LINE とかそういう通話アプリ系が入ってたり、あとは SNS とかもそうだし、それがさずっとずっと自分につきまとってくる感じがして、私はさそれが嫌なんだよね。でまあ友達とお仕事の人と、なんたまにさ
でも一人になりたい時ってあるじゃん。でもやっぱ SNS とかはさ、手元にあったら見ちゃうわけで、でもそこにはいい世界が広がってることなんて本当になくて、なんか例えば嬉しい報告してよかったねリカちゃんとか、リカのした投稿にみんながいいねくれてるとかは嬉しいけど、その倍以上ってさ心にダメージを与えてくるじゃん、まあ、数的には少ないとしても1個のそういうメッセージがなんかでなえるみたいな、ね、それがやっぱしんどいなって思う時はありますよね私だけなんかさ、朝起きます、連絡確認して、でも仕事の連絡が入ってたら返して、で準備してます、その時に誰かから連絡が来て、朝のさ時間ってさ1秒でも大きいじゃん。そう、今急いでるのに連絡してこないでよって思うし、その連絡が大事なものだったらすぐ返さなきゃいけないし、なんかそうなってるこの現状が嫌すぎるというか、でなんかこうニュースとかも流れてくるじゃん、いやでもツイッター開けばトレンドになってるし、そういうのが嫌すぎて、なんかすべてから逃れたいと思う。LINE 消そうかなって思うけど、 LINE 消しちゃったらさ、なんかこの日にこういうお仕事をしてて、こういうやり取りをしたよっていう、そのなんか証拠というか、ね、がなくなるわけじゃん。そうするとまあ後々めんどくさいのかなとも思うし、消すに消せなくて、あれ私嫌なの、なんか既読つけてたじゃん読んでないのって言われるのめっちゃ嫌だ。とりあえず既読つけることなんて何回もあるし、既読ついてたって内容理解してなかったら理解してないよそれはって思うし、なんか既読ついたら絶対読んでることにされるのがめっちゃ嫌だし、なんか私さ通知嫌すぎて切ってるのね LINE 全部で、さこういうさ赤いマークとかも出ないようにしてるの、何通溜まってるよとか、だからよく未読する常習犯なんだけど本当にやばい時は電話してくださいって言ってあるから、なんかそれは全然大丈夫、お仕事関係は電話で来るから大丈夫なんだけど、つけるつもりなかったのに既読つけちゃった時は分かる分かる。でもさ一回私は失敗してて、それでお仕事の日にまあちょっとねうわーってなっちゃってまあ持病が原因なんですが、うわーってなっちゃって
消したんですよ、すべて。連絡手段を消して、携帯も電源を切って、インターホンも電源を切って、もう外から何の刺激も受けない世界、もう全部切ったんです。テレビのコンセントも全部抜いたし、 Wi-Fi も全部切ったし、もう嫌だったの。なんかもう外とずっと、外からずっとこう見られてる、監視されてる感じが怖くて、嫌だったっていうか、もう怖い、カメラも怖いし、その直前までお仕事してて、中休みがあって次のお仕事みたいな感じで、中休みは結構時間4時間とか空くから、一回お家に帰りますと。でお家に帰ったんですよ。でその時にそうなっちゃって、その前のお仕事でね、うまくいかなかったし、こう思い通りにならなかったというか、コミュニケーションも大人とうまく取れなくて、どうしようってなって、そしたらカメラが嫌になって、またこれからカメラの前に立って生放送しなきゃいけないって思ったら、もうね、震えが止まらなかった。なんかどうして私ずっと人に見られてなきゃいけないのって思って、見られるっていうのは、なんだろう、例えば番組をやっていたら、その番組での立ち振る舞いを外から見てる人たちに評価されてるわけじゃないですか。こんなこと喋ってた、あんなこと喋ってた、これはどう、あれはどう、これはこうだった、これはこうだったらもっとよかったってずっと思われてるって思ったら、なんで私こんなに人から評価されなきゃいけないのって思って、それも嫌だったし、なんかその嫌になってこうなってうまく全部いかない自分を人に見せるのも嫌だったで、それをそうした時に、ちょっとこれは私が悪いんですよ、全部私が悪いんですけど、でも私がさ、こうなんか、はあ、もうダメだってなってても、周りからしたらそれは気持ちの問題で片付けられてしまうんです。まあ外傷がないからね、血が出てたり本当に苦しくても息もできないぐらい嫌な時でも、こうそれって自分の気持ちの問題じゃないって言われるんですよ。これ本当に辛くてでもそうなっちゃうのは自分の心が弱いからだと思ってるし、でもね、そうなっちゃったんです。でやばい、分かんないじゃん、マネージャーさんとかもなんでそうなったのか、どうして、私は原因を言わないしね、その人に相談したりとかもあんまりしないから、そのこれがこうでこうで嫌だったとか、これがこんな風になってて嫌な思いをしたっていうことをあんまり言わないんですよ。で朝早くから2本撮り3本撮りとかしてて、なんか2本目ぐらいからどんどん、やばい、結果残さないとやばいみたいな思ってきて、そしたらもう3本目はずっともうこの奥の方の頭のここがもうずっと痛くて、もう誰かにずっとこうやって掴まれて、爪で掴まれてるみたいな感じで、もう全部もうしびれて酸素がいかなくて、多分でうまく喋れなくなって、喋らなきゃいけないよ、もちろんバラエティだから喋らなきゃいけないのに、カメラめっちゃこっち見てる、プロデューサーいる、ディレクターいる、やばいやばいやばいってなってそしたらもうなんか変な汗めっちゃかいてきて、でもこれは今日まだ、その日は夜の夜中までずっとお仕事がある日で、それを考えたら、
え、このあとまたこういう場所に立たなきゃいけない、どうしようどうしようどうしようってなって、そしたらね、もうね、あの帰りのその車両で涙が止まらなくなって、もうボロ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 泣いてて、だけどもうバレないようにその車両にあのメイクさん、衣装さんだったかな、衣装さんとマネージャーさんが一緒に乗ってたんだけど、もうバレないようにずっと窓側向いてこうやって髪の毛でこうやって隠してずっと泣いてて、で降りる時もお疲れ様ですみたいな感じで降りてそれでもう嫌すぎて、そっからあんまり覚えてないんだけど、とりあえず全部切ったのよ、まあ、電話も Wi-Fi もテレビもインターホンの電源も。人から見られて評価されて誰とでも連絡が取れて、私がこのままもしも仕事に辛くてしんどくてね、行けなくて、たくさんの人から連絡が来て心配と迷惑をかけてって思ったら、なんかもう頭おかしくなりそうになっちゃってで、そしたらその時にもう無理かもって思って全部切ったらちょっと楽になったので、そこからはあんまり記憶がないです気づいたらもうお仕事の時間は過ぎてて、6時間とか経ってて、なんかそれでも連絡を取る気にはなれなくて、ずっと泣きながら、ずっともう震えながら一人でどうしようどうしようやってしまった、私仕事を飛ばしてしまったと思ってずっともうなってて、で夜にやっと携帯の電源をつける気になってつけたの。だいたいお仕事がまあ何時ぐらいに終わった、12時1時とかに終わって、そこから夜の9時ぐらいにやっと電源つけて、そしたらもう不在着信 LINE やばいわけですよああこれはもう終わりだと、今話してても気持ち悪くなるぐらい本当にやってしまったと思ってでもそうなってる自分も嫌だったし、迷惑かけてるしね。それでかけ直したの、そしたらまあ案の定めちゃめちゃキレられるわけよ。でもそしたらついさっきまでは自分がすごい悪いし自分がいけないって分かってたのに、なんかなんでこんなに私怒られなきゃいけないのって思ったら、なんか怒ってくる人にすごいもうイライラして、わーってめっちゃ文句言って、今考えたら最悪だよ事務所の人にね、わーって、私はこうでこうでこんなに辛くて、なんかそれでもお仕事が毎日あって嬉しいけど、でも本当にカメラが怖いから嫌だったんです、そんなにわーって責められてもどうしたらいいか分からなくてっていうことを喋って、でそしたらなんかママからも連絡来ててでもさ、親は私仕事関係ないと思ってるのね、この仕事は私が選んで私がやってる仕事だから、なんかそこに親に連絡されるのは違うと思ったの。なんで親に連絡するんですかみたいな、そこも切れたしでも本当に嫌だったんです、なんか本当関係ないと思ってて、私は私だからっていう、でもなんでそんなこと
するんですかみたいな、母親関係ないので連絡しないでくださいみたいな。でもそしたら普通するでしょ、本人連絡つかなくてこっちは無事かも心配なのに。いや、ごもっともない意見なの。今考えたらすごい分かる、そりゃそうだよねって。だけどだけどすごい私はその時はもう本当に信じられなくて、この人たちを私に嫌がらせしようとしてるのかって思うぐらい、もう本当に全て話されてること全てが嫌だったの。でもういいですって言って切って、もうそしたらもうひっきりなしにいろんな人から電話が来てもうやだと思って、それもう一回電源切ったのやっぱりなんかその外とのことを断ち切ることでこう精神的に楽にはなるけど、やっぱ私は人に迷惑をかけてしまう立場にいるということを自覚したんですね、その時に。こう私史上一番大きいやらかし事件なんですけど私史上一番やってしまったっていう一番大きい出来事なんですけど、こればっかりはね本当にねどうしようもなかったんですよね。でな、私のお家の下でマネージャーさんが5時間待ってたと家にいるのかどうかもわからないし、連絡もつかないし、インターホン鳴らしても私が電源切ってるから鳴らないし、そう5時間待ってたらしいんですよ。もうそれも申し訳ないって、今はすごい申し訳ない思うんだけど、いや本当に陳謝陳謝って感じなんだけど、もう本当にさすがにやばいじゃん。だからなんかその時のトラウマもあってか消せないんですよね LINE。 そう、私家に籠城してたんです。相談できる相手がいたらよかったね。いや、いてもしないと思うな私は、うん、結構これって人の価値観の問題で、相談しないからそうなるんだよってよく言われるんですけど、私もそういう人には定常を確かに相談してたらよかったかもしれないですねって言うけど、私は結構本心そうは思ってなくて、これ結構人となんかやっぱ相違が生まれるんだけど、なんだろう、考え方がまず違うじゃん。で最終的に選ぶの自分じゃん。人から意見を言われると迷っちゃうんですよ、こっちの方がいいよって言われると自分の勘が鈍るというか、私はこうだと思ってたのにあなたはこうって言われたらもうどうしたらいいか分かんないよってまた悩みが増えることになるじゃないですか。それが私の中ですごく嫌で、結局大事なことは最終的に自分で決めなきゃいけないし、その責任は自分が取らなきゃいけないって思ったら絶対に自分で選びたいんですよ。だから相談とかして、なんか例えば同調されて辛かったね大丈夫って言ってもらえたとしても、私はその人に対してなんか、え、私の気持ち本当に分かってるって思うし、なんかそう逆に病んじゃうんですよね私、人に相談すると。自分の悩んでることってさ自分の中で噛み砕いてはいるけどさ、私結局これってどうしたいんだろうって思うまではさ気づかないじゃん。だけど人に話した時に、あ、私今この問題を抱えてるんだって改めて自覚する羽目にもなるし、なんか言ってることわかるかな、なんか
その人に相談して軽くなるみたいな人もいるかもしれないけど、私は人に言われたことをこう受け止めなきゃいけないって思ってる節もあるし、せっかくアドバイスをいただいたんだから受け取らなきゃいけないって思っちゃうところもあるし、かといって自分のことをだから自分で決めたいっていう気持ちもあるしみたいな、ちょっとね難しいんですよ、めんどくさいというか自分の性格がその第三者からの視点から見てもとてもめんどくさいなと思うんですけど、こればっかりは仕方ないことで、結局自分の中で答え決まってることを人に相談したって何にもならないなって思うし、どうしたらいいと思うって言った時に、それはどうするかっていうのはその経験を経てる自分しかわからないことじゃないですか。なんかその経験を経て絶対自分はこうしたいっていうところがあるはずなんですよ。それを負けてしまうのは違うなとも思うし、いやなんかどう言ったらいいかわからないな。なんかでも本当に人に相談するの下手くそなんですよ私。で人にあんまり相談したいと思わなくて、結局自分で全部片付けたいって思っちゃうし、でもだから悩むんじゃないって言われるんだけど、だからこういっぱいいっぱいになってわーってなっちゃうんじゃないって思うけど、多分人に相談してたらもっと早くわーってなってると思うの結局自分が選んだことだから仕方ないよなってところで落ち着けたいっていうところもあるし、なんかじゃあなんか言われた通りそうするねって言って相談乗ってくれた子の通りにしてさ、失敗したらさ、なんかあんたがそうやって言ったからじゃんって、まあそのせっかく相談乗ってもらってて出してもらった答えにケチをつけることはしないけど、ちょっと心の中で 1% でも思っちゃう自分がいるじゃん、あの子の言うこと聞かなきゃよかったって。それがちょっと自分の中ではそんなことって本当に理不尽すぎるなって思うから、せっかくね相談乗ってくれたのにそれはないんじゃないって思うし、そう思いたくないし、人にそれだけ私は期待をしていないので、やっぱり自分の出す答えが一番いいと思ってるし、メンタル的な意味では私すごくナルシストなのか結構だって自分の選んできた答えが合ってたことが多いから、人に言われて惑わされることよりは自分で決めた方がいいなと思うタイプなんですよ。じゃあしたくなくてもその人のさせいにさ 1% でも気持ちの中で思っちゃうじゃん、なんかあの子の言うこと聞いとかなきゃよかったなって、あの子に相談しなきゃよかったって思っちゃう自分が汚すぎて無理だから、それは思いたくないし、なんかそうならないように自分で考える。相談の答えをどう扱うかって難しいですよね。そうなんかでもちょっとさ人からそうやって言われたらあそうなのかなって思ったりするじゃん、なんかそこに揺らぎたくないというか、だしねえ大変だったねって言われてもまあ経験してないでしょうからわからないでしょうけどって思っちゃうんだよ私のことなんて分かんないでしょって。血が流れてればさなんかあ今痛いんだな分かるじゃん、痛そうだなとか傷跡が残ればさ大変だったんだなって分かるけど、心の傷というのは分からないですよ
そうなった時にどんなにボロボロに傷ついてもう無理、カメラの前に立てない、本当に無理って思って、もう本当に吐きそうになるぐらい無理だ時も、なんか人は大丈夫大丈夫で片付けてくるものなんです。大丈夫じゃないんだけど。そう、私は開幕からなんでこんな重たい話をしているのだろうか。もう疲れてるから疲れてるから、もうな、 LINE の話からこうなったんだよね。 LINE がね、私嫌いなんですよ。嫌いっていうか LINE 自体は別にそんな好きでも嫌いでもないんだけど、 LINE を必要に迫られる瞬間が、ほんとか元気とか大丈夫とか、あの、 なんて言うんですか、なんか別にツイッターとかインスタ見ればわかるじゃん、大体最近のことなんて。それをさ、なんかこう返信を迫られるような文章を書かれると、はあってなっちゃうんですよね。そんな無視や、いや無視できるように通知が来ないようにしてあるんですけど、さっき通知の音が聞こえてちょっとえってなったっていう。でもさ、人の悩みというのは難しいもので、自分が良しとしてても、まあ私が良しとする点数がじゃあ大体60点だとしたら、メンタル平均がね、もうなんか、ああここまで思えてたらまあいっかみたいな、ここまで今心が元気なんだったらまあいっかっていう平均が60点だとしたら、なんか人の水準は多分もっと高くて、だから多分病んでるのとか大丈夫とか元気ないねって言われるんだけど、それを言われることによってまた自覚するじゃん、あ私今元気ないんだって。で60点でいいやって思ってたところでも人の水準に持っていかなきゃいけないって思うと、めんどくせーってなるんだよね。朝起きるのしんどかったりする。あ、私低血圧なので朝は起きるのしんどいですね。朝起きるの辛くてさ、なんか朝に起きて一個楽しみがあれば起きる気になるかもと思って、朝なんかあったかいミルクとかを朝にわざと飲むようにしたんですよ。私が好きだからね、ココアとかを飲むようにした。でちょっといつもより15分早く起きる。でその15分間は好きなこと何でもしていいっていう風にしたら起きれるようになって、私は遅刻あんまりしないんですけど、これは私が高校生の時に編み出した術でフリーの時間を朝に15分作るっていう。そしたら楽しみだからそれをするために起きようってなるし、そう、それしてる間に目も覚めるしね。
だからまず15分その時間を取って、それから準備をし始める。私の知られざるモーニングルーティン。朝起きる、顔洗う、うがいする、で、あったかいのいお湯を沸かしつつ、好きな YouTube を検索し見る。だいたい尺がさ出るじゃん、左下に何分ぐらい、それ15分ぐらいの探して好きなの見て、でその間はもう何しててもいい。自分でメンタル管理してるのは、ね、私最近すごいできるようになったと思うんですよね。私できなかったんですよ。人に当たり前食って生きていったタイプなので、頑張ってこうしよう、ああしよう、こういうことを言おう、ああいうことをしてみようって思っててもその半分ぐらいしかできなくて、でも変なところ完璧主義でやらなきゃいけないって思ったことは全部やりたいから、なんでできないんだろうって思ってすごい嫌な気持ちになるみたいなことも多かったんですけど、最近はもう途中で諦めることを覚えました。もうなんかいやってまあいいかって思うようにしてる。そう、変なところで完璧主義なの。他めんどくさがりであんまり全然しないくせに、これはこうって決めたらそれ絶対やらなきゃ死ぬぐらいのテンションだから、リカちゃんって常に何か考えてるからやっぱり賢いよ。考えてないですよ、何も考えてない時ありますよ。そう、でもこれはね、分かんない人には本当に分かり合えない、もうね分かり合えないものだって私は思ってる。もう他人に期待はしてないからいいんですけど、でもねそういうものなんです。こうか否か、もうかか不可か、もうどっちかも。だからなんでそんな極端な感じにしちゃうのって言われるけど、私極端なんですよ。ダメならダメでもういいやって思っちゃうし、やるならとことんやりたいしみたいな。だから中途半端嫌いなんです。だからもうダメって思ったらもう諦めちゃうから、すぐもういいや次やろって。だからなんかそういう部分がの方が見えてて、なんかあれなのかなとも思ったりするけど、難しいですよね。とてもわかるといった気持ち、本当。
なんかこちらは一生懸命やってるんですよ。でも人間だから間違えることもありますよね。でも一生懸命やって間違えちゃった時に、間違えた、次頑張ろうってあんまりなれなくて、間違えたらもう無理だ、今日は諦めるなっちゃう。もうこれがダメならもう全部ダメって思っちゃうんですよ。でうまくいく時はもう全部うまくいくから、もうそうなったらもうとことんやる、そういうタイプです。だからこんなことあんまり言いたくないんだけど、今日はファンの人の拍手が少ないなって思ったら今日はダメだって思っちゃう。これガチ今日はもううまくいかないって思っちゃうでもステージ立ってるからちゃんとやるよ、ちゃんとやるけど、心の中では何かちょっと諦めてる。うん、だからその私が諦めてない公演を見るためには最初からたくさん拍手をしてもらうってこと。そのファンの人がいて成り立つ劇場だと思ってるんです。それはねすごい私の中であって、それ私悪くないから劇場のスタッフに言って、いずれ拍手しに伺います、待ってますたくさん拍手させていただけます、待ってます。だから拍手大きかった時は今日も頑張ろう、今日の公演は完璧に終わらせる、やる気満々で最後まで終わります。疲れた、私ふーってなれる瞬間10分ぐらいだけでもあったらいいのにな。ずーっとせかせかしてる感じがして、なんかここのこの溝落ちのところでずーっとなんか砂時計がすり減っていってるイメージ。疲れたよね、1年疲れたよね1年疲れた、よく頑張って生きたと思いません？私たちこんなにみんな辛くてもなんか無理だってなってる中、よく頑張って生きてここまでいられたなって。過労死しないようにするね。あ、タワー立ってる、誰だろう、1の人かな、りょうすけさん、ありがとう。タワーなんだ、タワー、ありがとう。今年もあと少しだよ。でもまた2秒後ぐらいに今年もあと少しだよって2022年で言ってるよマジ旬だから、それでなんかもう、ああ忙しい、無理だ、死も走る師走とはこのことって言って白目向いてやってるよ私
まあいたらだけどね。いたらだけどね。NGT に。気持ちが追いつかんよな。確かに。気持ち追いつかないね。スピード違反なんですよ。シバスは完全に40キロの道路で150キロで走ってるからね。シバスマジでスピード違反だよ。捕まるよそろそろ。取りすぎていく。もういくつ寝るとシワスだよ。シワスしかない。3秒後には冬が来て師走で働き詰めになる。早く来い来い夏休みって感じですね。つらつらすぎるマジで。夏好きだっけ。夏大好き。年中夏のところにいたい私。どこにあるんですか年中夏のところ。赤道直下かな。赤道直下に住むわ私。移住。スイマス芸人やるわ。間違えた。スイマスアイドルやるわ。赤道直下アイドルと赤道直下系アイドルと いやもう今なら砂漠の上をスキップしながら歩ける気がする。なかなか難しいけどね、あのサラサラの砂の上でスキップするの。やったことないから分からんけど。もうほんとスキップできるマジで。なんかさ冬は私さなんかこうやって歩いてるけどこうやって歩いてるけど夏はもう私が主人公みたいな感じだからこの違いだよね。この違いですよ。だからもう冬はもう寒いなってる。本当に。めっちゃ味気。さすが夏生まれ。そうでしょう。姫寂しかった。寂しいもクソもへったくれもないです。もうそんなこと感じてる間もなく働いてます。はい。P
ピレちゃんの見頃は夏、そう8月23日だけなんですよ。8月の23日の誕生花何か知ってます？月下美人。そうだよ、名前負けです。さよなら。一日しか咲かない花なんですよ。しかも夜。リカちゃんやん。洗脳済みで草。洗脳されてる私。履かなくていなくなっちゃうじゃん。さよなら。そう、その一日のために頑張って根を張って生きるんです。うわ、何？クリスマスツリーも立てたわけ？ねえ、ご飯食べなよ、美味しいご飯。冬は美味しいご飯たくさんあるでしょ。冬ってなんだ？冬といえば鍋とかね。一夜に全振り。いやでも私の人生結構そういう感じだから、ここにかけるみたいな感じで応募した NGT に受かり、やってるやってるって言ってたら、青春時計で一回だけセンターやってもしって。私の人生そういう感じだから、毎回毎回。そうですよ、一点集中型。いやガチで、そう。しかもすぐ飽きるから、もうそれでいいの。同じ立ち位置とか、同じその自分のね、人間関係的にもそこにいたくないんですよ。飽きちゃう、もうこの展開前も見たなって思っちゃうから。あとそのなんか、そんなに自分にじゃあその人生のご褒美をあげたくなくて、例えばこれを頑張ったからこうなった、これを頑張ったからこうなったっていうのが私は結構積み重なって今があるんですけど、なんか頑張る方向性は変えていきたいなと思ってるから。すぐ飽きちゃう。だからアイドルも私早々に飽きてたんだけど早々に飽きてたんだけど、なんかいろんなことがこうトン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 って行き過ぎて、あどうしようどうしようってなってる間に自分の知らないところまで来て、戻りたいですってなっちゃってたっていう。そう、飽きてた。3年ぐらいでも飽きてたね。もういいやって思った瞬間3年前ぐらいにあって、でその時ちょうどなんか腰が痛かったのかなんかで、なんか痛めててたのもあったり、あとなんか結構もうあれだったんですよ、踊れないぐらいのテンションだったんです。だからもう、あもういいかって思っちゃった時があったんだけど、そうそうそう、
え、でも握手会でもファンの人、え、ガチでやめるわっつって言ってたの。え、これガチだよ、マジ話してるかね、ガチ話してたの、やめるわみたいな話してたのに、なんかずるずると今まで言っちゃってて、いつやめるんだろうね。先に教えてくれるの優しい。いやだってなんか急に来たらさ、心の準備できてないじゃんってなるじゃん。やめるわみたいな普通に言ってたから。アイドルやめたら次は何したい？それはね、秘密です。秘密です。もう跡形もなく消え去ろうとしてる。え、わしの嫁やん。嫁にしてくれるんですか。なんかすごい言われるんですよ。いや、やめても絶対戻ってくるよみたいな。リカちゃんはそういうタイプだよみたいな。私の何を知ってんのって思うわけ。なんか人前に出てないと死にますみたいな、そういう感じなのって思われてるけど、そんなことないから。秘密です。お友達になってください。芸能人しかできない人ってコカドさんが言ってたね。でも私もそう思うんだよね。だからもうなんだろう、肩書きとしては人間人間でやっていこうかなって思ってます。一応そうだよ、ニートの人だってニートじゃないからね。肩書き人間だから、一応人科の人だから。うちの職場で働きますか？内緒。やりたいことは決まってますよ。でも内緒です。7位が、とんだぽ、あ、え、な、なに？とんだ、な、なんて、なんて、なんて、ちょっと読めない。7位が、とんだ、ポンドさん。6位がイッシーさん。5位がゴーちゃん。4位がフォッカーさん。3位がホリモキさん。2位がナウキさん。1位がリョウスケさんでした。ありがとう。See you next time.配信ありがとうございます。おやすみ。あったかくして寝てくださいね。まあ一人で寝るのが寂しかったらね、彼女なんかと寝たり。あ、彼女いないんだった、みんな。ごめん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 、傷口に塩を塗りたくってしまった。傷口に塩塗りたくりマンになってしまったね。これ消えないんだけど、どうやったら消えんの？消えない。
押してるのに消えないですね。これは消えないコントやるか。あ、分かった。こっちは消すわ。ちょっと待ってね。